ただいま、十郎。この夢が彼の記憶だ。教えてくれ。知ってるんだろ、教えてくれ。知ってるんだろ、教えてくれ。まだ尻尾の治療は順調という。あなたはどうして。そうとしか言えない。玉尾さんとの。ばあちゃんと。それ以上私。十郎、もう私とす戻らない。めぐみさん、ここにいたの。あなたは。ここでは初めまして、クラベ玉尾と。泣いていたのね。十郎を好いているの。何を急に。彼のそばにいたい。それはもちろん。じゃあそうなさい、手配しましょう。え、ただし一つは、彼をクラベ十郎としてあった。未来でのことも彼自身のことも。なぜ。彼が安全か確かめ。クラベ十郎接することができますか。それは。もう一つは、泉十郎だと教えてほしいのです。どうして。泉十郎だとしたら、とても。理由は知らなくても、その二つを守ってくれるな。あなたは彼と一緒に進めます。うん、どうしますか。どうします。わかったわ。よかった。はい、一緒に住む権利の証書です。賃貸契約書。森村さんには伝えておき、すぐに行って。あ、ありがとう。尻尾、あなたは誰にも見えてないの。あれから比べけでくれ。彼に何か変化は。彼は自分を泉言い出したりしていた。どうして。何か思い当たる。まさか知っているんですか。先生、比べくん、どうしたの。僕は、本当は、今の僕は。急に何の話。わかったんだ、ずっと夢に出てきた彼女、あれは冬坂さんじゃない。スミレ橋に、あなただ、森村千尋。な、何の話。先生は知ってるの。黒部君。十郎、
今のはどういう意味？さあ、わか…おい、しっぽ、こんなところで話が周りに見られる。緊急事態だ。重郎が連れ、あいつ自分からまずいのに近っ、まずいの、魔法を利用しようとしてるやつ。一度言ったろ、日衣町の灰、重郎の記憶がいじら、もう一度あそこへ行き、そして重郎を救い出せ。くっそ、距離が離れすぎだ。消えた、やっぱり。いや、今すぐに行くわ。起きろ、ジュラ、こっちよ。待ってくれ。君は尻尾を知ってるの？尻尾、大丈夫、彼があなたを治して、うん、夢で少しずつ私のことも。そうじゃないんだ、全部これは僕の頭にあるのは君の思う人とは。そんなはず、なんでそんな。君に関して夢で見たのは君を撃ち殺した記憶だけだ。僕がまた君を傷、ずっと怖かった。だって僕は、あなたは、たもうあなたにはどこにも残っていないの。そんな、富まで裏切ったのに騙されてたなんて。私バカ。違約指示、あいつ何が契約。待って、重郎はもうどこにも。どうしたの？一人？そうだけど、あなたも一人な。迎えが来るの、それまでお話ししていいかしら。こんな子を一人で待たせる。分かったわ、お姉さんが一緒にいてあげる。お友達はいないの？ここにはいないけど。いいえ、そうじゃなくて、 D コードの更新を指示したお友達。あら、どうしたの？待ちなさい。あなたは誰が D コードの更新を？ D コード、ダイモス。そうよ、あなたじゃないのは、命令している猫よ。尻尾の先が白い。捕まえたのですね、ゴート。遅いわよ、ゴート。君は私に何をしたのか分かっているのかい？魔法使いの力、怪獣との戦いのため。魔法使いに。君はもう少し分別があると思う。あなたが打ち込んだのは彼らの体のナノマシン、コードを追加するナノマシンよ。あの怪獣たちの制御を拡張する。奴らがどれほど予測もつかない。嘘よ。君を操っている D コードへのアクセスを掌握する気のようだ。そうなれば自動工場の騎兵ドックも制圧される。我々に手。猫の犯人に心当たり？ いえ。困ったわね、こうなることも織り込み済みで。足がつかないようこの子を利用してる。だがその周到さが。誰？君は知らない、未来から来た犯罪。犯罪、最初から許せない、許せないわ。
戻ったか。何もかも随分お怒りのようだが、嘘はついていない。あなたは猫の最初からそう。あなたは未来から来、古代文明も呪いもでっち上げ、裏で私を笑っていた。嘘なものか。ここは20世紀に見えている。本当の人類は今は人類の最後から数千、お前にとっては22世紀は古代。ここが本当の世界じゃない。またそう、そんな嘘にもう騙されないわ。私にこんなもので友達。あなたは怪獣と奇変を支配、目的は人類滅亡。説明しただろ、ゲームだよ。そのための準備だ。私たちの命をもてあそぶ系。俺の思う通りにことが、お前たちをここから追い出せ。重郎の記憶は誰の記憶？ああ、俺の記憶だ。俺のせいじゃないぜ。そんな言い訳をしんだろうね。重郎も利用する気だったのね。そんなつもりはないさ。だがもうあいつを治すのは諦め。言い忘れていた、お前が最後の魔法使いだ。だがお前だけは。私が？どこへ？いきなり自分を撃つ、そこまで思い詰めていたのか。だが気に戦わないなら、いや、お前は必要。あいつの記憶に想定外の問題も。だが見苦しい、戻してやるなんて豪語しておい、騙した形にはなったが悪気はないんだ。いや、あいつを俺の世界と同じ銃、あいつの恋心さえ、そう、親が子に押し付けるような欲がないわけじゃなかった。お前の思いに戸惑ったのかもしれん。俺も人間を捨て、信じないだろうが、俺はお前が好きだ。薬師寺めぐみ、お前といた日々は、生意気な娘と過ごす奇妙な感覚。俺にはいい思い出が、あとはお前たち、俺のやるべき準備、お前との契約を果たせなかった俺はこれで退場する。お前と俺の計画が、重郎と二人で生きろ。じゃあな。薬師寺重郎。何があったの？いた。それお腹を撃ったの？その銃で。逃げないで、僕の話を聞いて。あれから夢を思い返してみたんだ。もうそんなの。僕は何度も見ている、騎兵で戦う夢だ。苦痛の中で怪獣を次々鬼神のように戦っていた。ウアン破損、火が搭乗者は操縦を終了せよ。まだ左腕が残っ、生命維持に異常発生、騎兵操縦緊急解除。ダメだ、操縦継続。上書きしろ。恵みの住む街を壊させるか、僕たちの思い出の場所。
生命維持限界値、緊急解除処理。解除撤回、維持しろ。まだだ。よく考えてみれば、騎兵に乗った経験があるのは君の知る泉十郎だけだ。これは戦いの中でいつも彼は誰かの名前を呼んでいたけど、分かったよ。あれは君を思って戦う十郎。今の僕は泉十郎じゃない。でもこれは彼の記憶。そうだとしても今の僕にはどうでもいい。その僕は君が気持ちは泉。ダメかな。ありがとう。でも尻尾は努力してくれてたんだ。十郎の記憶を戻…私はそりゃ確か僕は彼ほど強くないよ。それでも僕は君を守りたいんだ。ダメ、もう二度と。私だってそうじゃなきゃダメ。それは薬師寺…こんなとこで寝ちゃってあったかいのかな。昼までいるかな。まさか。尻尾、じゃあ、あのね、それで、あ、やってみるよ、尻尾。この辺りでいいだろう。特務機構はもう少し先だぜ。いいんだ、こいつは目立つからな。確かにな。そうと決まれば案内する。ついてきな。歩道橋の特務機構のビルが確認するか。ああ、どのビルが特務機構なんだ。見えるだろ、警察署の隣のビルだ。何階だ。一番上さ。分かった、あとは俺に任せろ。お前は来るな。そうはいくか。お前がいると足手まといだ。それとも流れ弾に当たって死にたいのか。待てよ。今特務、私や黒服に命令を出しているの誰なのかは分からない。お前が井田だと言ったじゃない。あいつは死んだ。死ぬの目が打って殺したはずなんだ。行けばわかる。応答しろ。いや、ドローンで見ていたな。私は用意周到だから、君のために冬坂伊織もここにいる。話し合おうじゃないか。早く来たまえ。
これは。エッグ。銃を捨てろ。早く。銃を。行動には気を次に選択を間違えると。その声、やはり飯田か。撃たれても死なないはずだ。ドロイドだったとはな。いいや。だがもしものがドロイドに記憶のコピーを。その姿でループする気か。まさか、すでに避難エリアに保存されている。ドロイドに後始末をさせるわけだ。私を次の世界に確実に送れた自分が一番頼りになるから。冬坂を離せ。いいや。無事、どうやら君は私との約束を果たす。記憶がないのを知ってて約束がどうと言って。本人の口から。趣味は邪魔なものをうまく片付けたか。安心して、すでに俺の複製データを避難させている。これで記憶を失う前のお前が次の世界へ行ける。あとは飯田哲也の指示に従え。よくやった。知らないな。どこの勘違いした間抜けだ。そうか、君が願えるの。それに何をしてももうどちらにせよ次の世界私が必ず助け。だから安心して。邪魔。心配するな。先にお前。森村が、森村がなぜイージス作戦にこだわったか知っておきたくないか。セクター3の灰、あんたに三浦を渡されたこともはっきりと覚えている。調子に乗ったさっきの録画もな。俺は記憶を保存し、それで思い出した。大丈夫？いや、困ったわね。動き、表通りは黒。すっかり過去も。イージス作戦で勝てなくてもいい。だがもう俺に伝言ダイヤルに俺宛てのメッセージを録。蛍光 NM プラスチック。ひどいよね。薬はどうし、とっくにもうの。どうすることもでき、頭が割れす。俺の記憶がなくなったらきっとあんたを助け。その時メッセージ、この時代の伝言サービスを。わかった。頭がイージスシステム、全てのターミナル。この街は湯管理も制御も効かなくなる。だから人が消えるんだ。いくつかターミナルを残すようにす。ダメよ、そこが。この世界を諦めて。それも無理よ。私たちに次はないの。2188年の記録から衛星にリンクする方法を見つけた。衛星、この世界のものじゃない、本当の世界にある軌道。そこからこの世界の仕組みが分かったの。何度でもやり直せるわけじゃな。我々のいるエリアは次に向こうの施設ごとリセット。セクターゼロも消滅。全てがセクターゼロ。セクターなんだ。症状が悪化してるわね。いいわ、5つのセクターのほか、もう一つ特殊なセクターが存在する。そこは空間がなく中を見ることはできない。セクターゼロはループの影響を受けない避難領域なの。転移装置で自分の情報を送れば世界がリセットされた後さ。そうだ、それで次の世界に脱出できると言ったか。だけど次はもう私たちはループ。これが最後なのよ。次の世界にはどうし、イージスシステムを起動。消滅はまだ残るのが誰もいない廃墟だとし。本当ならなぜ秘密。
本当なぜ。記録を見られたくなかったのよ誰にも。2180今地球知りたい。関があなたの調べはついて私を殺しに来た。もう人類はこのコロニーの10人だけ。今となっては無意味ではなく。俺もあんたを調べた。いつも殺す相手は処分忘れないために。ドキドキするわね。あなたをその部屋から出す気は。森村千尋、箱舟計画の研究資金であちこちの危険な組織とナノマシン技術を横流し、しかもそれは今まさに地上。こうなると分かってやったこと。声が震えてるぞ。責めてるわけじゃ。あなたの言葉など誰も信じないわ。誰かに話すつもり。忘れないためさ。人類を滅ぼした女の死に顔をね。何が。仕掛けておいた爆弾が。発電エリア。すぐに復旧し生命維持装置が停止。受けた仕事はこの手で俺の流儀。まさか。待ってろ。すぐにそ。ナノマシン汚染で人…それは私のせい…いけない…このままでは…どうしたの?こんなところに…覚えてないのも無理…最後に見たのは赤ん坊だったの…森村千尋は私…あなたは…計画の障害は…森村が死ぬ前に。随分回りくどい嘘。ウェザがよりにも聞いてみる。お前は死ぬ。セクター。お前が自身を保存した日な。だがお前は消滅。森村は現実世界の衛星。それで知ったんだ。次のリセットは現実世界。次に怪獣に負ける。この世界だけじゃなく現実の世界も。永久あっちへ戻るための施設エリア全体が。セクターゼロも残らない。イージス作戦をやらなくても次はな。もう誰も。衛星あの時トミが言っていたこのこと。まさか。てか関おい。いたと。無事のようだな冬坂。栄子終わったの。俺の過去はな。だが生き残るための戦い始まるのはそれだけ。そうだな。まだあるな。ここなら大丈夫じゃない。瓦は広いし誰もいない。騎兵が現れても大丈夫。今から呼ぶのですか。
夜を待った方が良いのでは。すぐ送り返すらしいから。一瞬だろ。え、ここで？私が19番騎兵を動かした。え、それダメじゃ。どうするの？さすがビーチ。もちろんいいわ。私ロボットに乗って BJ と一緒に。なっちゃんを危険な目。戦うなら私の方が。なんだって？もちろんよ。オッケー。すぐ来た。なっちゃん戻さないと。え、どうする？あれ、消えた。 BJ、 これって BJ？どうしたの？彼はもういない。え？記録情報は彼しか受け取れないが、彼自身と情報の両探査装置の記憶容量が足りない。自分を消去して。嘘。嘘だよね、BJ。当てにはできないな。先生、なぜ先生が。敷島の幹部たちは先生の死に困惑。私では子供扱いされ、騎兵計画を。今後は敷島が勝手に方針を決めてしまうと。あやめ公園に行ってもらえますか？早かったわね。警察で遺体を確認してきました。森村先生本人で待ち。そうなの？あまりショックではなさそう。森村千尋はここに無事。なるほど。UFO の中枢の操作が適合者は騎兵が汚染されたあの戦。森村先生が提唱し。それで警察はなんて。それで警察。死因は腹部の銃創。体内から弾は発見できていません。犯行に使われたのこの年代の銃ではないからでしょう。死亡推定時刻は19時頃。先生が短髪の学生とどこかへ急ぐ姿を現場付近で通行人が目撃しています。目撃者がいた。この時代の警察もな。先生を監視していた泥。何か分かりません。タイミングの悪いこと。監視から外れていたわ。政府機関の動きを調べていたから。そうですか。あなたは誰が犯人だとか。森村先生と面識。学生服を着た短髪の関ヶ原 A だ。目撃証言は関ヶ原 A と一致。関ヶ原 A は彼だとすれば。わざわざ連れ出しているのが気になります。殺す気なら人目は避けるはず。その気はなかったが、つい。彼は思い詰めるタイプですが、衝動的に撃つほど愚かではありません。じゃあ他に誰が。あなたが番号で呼ぶ。普通に考えれば容疑者として名が上がる存在。適合者全員を犠牲にしようとし、未だ野放しの危険な追い詰められた意識だけの。
何を考えているかは見当もつかない。426は手段と飯田さんがいれば犯人だと断言するでしょうね。私が426を撃ち殺すも、こっちで新たに4人が犠牲、ドロイドとなって復活し、報復としては動機としてはしっくりくる。あなたは426が関ヶ原 A で他に誰かい、森村先生と井田さんとは別、16年前にこちらへ逃れ、私が先生の手伝いを始め、すでに彼らは肉体を失、セクターゼロの転移データをもとに意識のみ再現された AI だった。彼らが肉体を失った際、426による暗殺だと私も井田さんから聞かされた。しかし真実は違う。16番の話では先生も知っているはずだが、16番騎兵を制御、森村先生に真実を私に語ってくれて。それもう一度言って。防衛が失敗した後、話し合っていた通り脱出のためにゲートだけど、転移中におそらく移動に使った98式が攻撃されたんだ。私が最後に、それだけ。あなたたちのデータが一部破損していたの。426の破壊後、それが原因。データ化が完全でないため再生されなかったんだわ。あなたたちは井田君、あなたは彼が4人を殺し、そう言ったわね。彼の破壊工作だとも。奴ならやりかねない。任せだったの。皆殺しにしようとした過去は事実を追っておけば、こっちで同じことをする。君が奴を仕留めたの。それじゃ、先ほど先生、新たな4人の犠牲者の本当に何を。おそらくあなたは私がまとめた過去の資料を見たの。あれは昔まとめたもので、井田さんの証言がそのまま書かれている。つまり、あや、そう、こんな体になったのだ。記憶の混乱は確か、私の体の、いえ、そういうことでは。森村先生、何かし、426に対し特別な感情を、特別、彼は私に今は、突然どうして。それは18番、いや、私も薄々感じていた。玉尾さんの相談で書く。呼び出してごめん。ちょっと今日何かあったのです。森村さん、16君に426の気を移しているのが分かった。 426？ それとは別、転移の時に保存された。つまり重労でもう一人426。なんとか説得して16君の治療をして、まだ諦めていないみたい。なぜ426を。私ずっと彼女の相談に気持ちは分からなくないけど、森村さんは426、幼い頃からずっと。それで彼を人だが危険人物だ話ではね。それに彼を手にかけたことで罪悪感に森村さんを見、十郎君には、ち、頭にお願いね。426が二人なんて。やはり先生には思っている人も。記憶を失った泉十郎を先生は426に変えよう、うん、その理由は恋愛感情によ。私がか、あの森村千尋は記憶、あなたもそう言って、私が彼をね。私がそう疑ったのには理、記録ですよ。記録。あなたが森村先生ならご存知のはず。
あなたが生まれる2年前、井田さんが426から引き出したその存在が明らかになったキロ。それが何だという話はここからです。記録というのは426の解析で中枢のデータから見つかった2188年のキロ。その記録に和田先生の態度が急変し、記録を全て消去されました。なぜ消したか。さあ、森村先生が426に操作された。私が思ったのはある記録を見たからで、泉十郎が森村千尋に記憶の断を施しているという報告の記録でした。426が私に記憶？まさかあなたは森村せ426だと言いたいわ。私に不都合な記録を見られた先生は記録を消去した。発端はあなたを作った適合者先生の映像とあなたの。私はすっかり判断を誤っ、あなたを先生だと思い込んでいた。最初からあなたは私が森村千尋、私が森村千尋の複製。私は誰？あなたは森村千尋で。当たり前でしょ。いいえ、先生ではなく森村千尋博士。2188年その中心人物だ。目標が変わり、こちらへ戻ってくる。ここは危険です。あら、でも余計なお世話ね。知ってるでしょ、これが私の。ですが。それよりこんなところで油売って、まさかもう飽きる。まだ D の進行は序盤。すぐ戻ります。だがまずは。そんな場所はどこにもありはしない。私たちにはね。だから時間の間、自分のやるべきことに集中。わかりました。河川へ出た方がまだ安全です。一応伝えておきます。待って、せっか
具合すっきりさせておく。教え、森村先生が好きだったんで、記憶操作されたなんて言って、本当は嫉妬。それは最後でしょう。その通りといえば満足ですか。低俗で、だがそれは私の記憶をも、それが動機ね。どんな形であれて、彼女。そうです、よかった。その本当は欲望まみれなところ、私の知るあのゴートレイン、私あなたを気に入ってしまう。ありがとう博士。いいからもう賭けは私が勝ちそうだ。夕日はどの時代で？いいえ、ここはそういうところ。それで私は架空の名義でマンションを借りました。埃っぽい瓦礫の中でどこだって。すみません、そこなら敷島にも見つかることはない。井田さんが用意してくれて書類や資金が役に立ちました。井田哲也、行方不明のまま見つ、はい、行きましょう。千尋さん。私が博士。そうです、あなたは森村千尋博士。2188年の敷島の宇宙基地指揮した中心人物だ。何を言い出す。これは仮定の話、一つの解釈を述べ。もしも私を作ったのはあなたの、博士を生み出すのが彼女の計画だ。どうなの。先生が行ったのは、て彼女はあなたを自分だと、自分のつもりで再転送した。セクターゼロに保存された。もう、あなたは新生児で現れたため意思疎通も不可能だ。それで先生は気づけなかった。それも推測でしょ。もちろんです。だが相当慌てたはずだ。目論見とまるで違う状況に。目論見。2188、飯田哲也の報告にあった最終工程で森村千尋に記憶移植が。最終工程という我々です。そろそろつ、まあそう言わずもう少し聞いて。 UFO の中枢の適合者は、騎兵が汚染されたあの戦闘の後
森村先生が提唱し、最初に見た私の ID で見た、私が初めて自分の記録を見つけ、映像には初老のゴート2188年の記録、最初は時間移動し私の未来の姿、しかしそうじゃない、順序が逆、つまり私が彼のクローンなのです。あの記録映像に残る人物たち、彼らはそれぞれクローンを作った。クローン、それを裏付ける記録を見ました。何を見た？遺伝子工学が専門の高宮教授。コロニーに生き残った15人、そのクローンが適合者で、それぞれ時代の違う世界に育っている。そしてあなたは自分のクローンに移植されるはずだ。目論見とは違う。おそらくあなたが今気になる、私がどこまで記録を見たのか、そのことでしょう。心は大人でも幼い体では動揺を隠すのは難しい。そんなわけ。記録を見る限り、高宮教授と森村博士は、千尋さんは知るはず、沖野司彼も適合者ですから、当然15人の人、2188年にも当ててみてください。彼が2188年でな、わかりませんか？ごめんなさい。私が教えましょう。彼は森村千尋博士の息子だ。だが腹を痛めて産んだ子供では、人工調整の政策で母卵子を提供している。静かになりましたね。彼が血縁関係にあると分かるのはクローンのための遺伝子検査でです。自分の子であることを意識した博士に、母親が感じるような心的変、だが彼は博士に批判的で、計画の関係者としてもうまくいっていた。最後に際し、真実を告げるメッセージ彼に宛てて残し、やめ、あれを、おかしいわ。記録へのアクセスは生体や取り出せるのは個人の記録のみよ。沖野司と私の記録には。ありがとう、森村博士。確かに私のアクセスで企業関連の記録ばかり、会議の報告や連絡がほ、あなたに関する内容、どうやって私の、それはですね、設定はこれでいい。あとは生体認証がうまく、
特定の制限を解除できたい。これで森村先生の先生の記録にアクセス。君の生体 ID がなぜ先生と先生の記録を見ればわかるかもしれない。やはり先生の ID だ。気を失った彼女に協力しても。彼女は森村千尋。あなたが先生なら冬坂伊織が何もこのセクター4へ隠した張本人なのだから。生まれて間もない二人を別人に仕立てた。おそらくだから2104年にいるはずの2024年の井田哲也も。私の知る色紙マン、あなた随分違うのね。困り者なのは同じだけ。それで私が博士だとし、真実が知り、現状に至る真実が。だが分かっています。あなたは何も教える気がない。どうして。我々に知恵をつけられては困る。滅ぼすつもりだから。あなたは最初、この世界を救う気なんてない。